内町の京都御苑ですね。中は入っていいのか。で、審査をやらない、ってなってるから、撮影は大丈夫ね。カメラ回して大丈夫そうね。せっかくなんでちょっと見ていきましょう。いやいやいや、いいですね。横側から入ってる感じかな。横もあれですね、端っこの方から入ってるって言ってましたけど、乾御門から入りました。まあちょうど中をね通って、御所の方をね、見て行くっていうのもいいと思います。広いな、すごいですね。あ、で西園寺庭園もありますからね。ちょうどこの通りをずっと行ったらいいよね。いいですね。そうだ、ここにあったね、西園寺庭園。広いなぁ。いいですね。いや、ほんと散歩するのに超いいね、こういう広いところ。で、ここが、まさに平安京の京ですよね。京都御所ということでね。言って歴史の中で一番ね、長いこと都としてね、機能を果たしていた場所でございますからね。いや、こういうとこから歩くと散歩にいいな。この、ちょうど涼しい感じで。やっぱね、砂利だとね、クッションが効くんだよね。案外、足腰楽なんですよね。すごいなぁ。でも、この、やっぱ、都会のど真ん中でこんだけバーッと開けた景色が映せるのって、なんかいいですよね。ほんとあの通りから一本入っただけでね、一気になんかいい感じになりますよね。で、ここは、あ、門番の方が、あ、京都府警の方がこうやって、立ってはるんや。あっちはあっちでなんかあるんや。ちょっと休憩所みたいなのがあったりするから、もう今の時間はやってない感じですね。広いなぁ。すごいなぁ。こんな広いところ、ど真ん中堂々と歩けるの、楽しいですよね。なかなかないですよね、これだけの、やっぱ広さのところは。ここが二の門ですよね。そこからタクシーに乗って行ったりすることもできるんだ。綺麗。いやー、いいですね、夕暮れ時。歩いとったらちょっと汗はかくけど、実はね、いい具合にそよ風吹いてるんでね。で、気温も多分20度ぐらいかな。本当に散歩するならこれっていうね、条件が揃っておりますよ。いいな。しかし本当広いね。これで御陵の端っこやもんね。いやー。で、こっからまだ南にズトーンとあるんですからね。すごいですよね。ねえ。立派ですよね。ちょっともうちょっと暗くなってきたからね、あんま映ってないかもしれんけど。そう、ちゃんとね、レンズ寄りました。ね、よかった、機械の故障じゃなくてね、単純に、あれね、
あのレンジにねちょっと汚れがついとった感じがやったみたいですね。また早めに振るときはよかったけどね。こんな感じでベンチもあったりしてね、ちゃんと休めるところも作ってくれてあるのがいいですよね。時間だけ確認しとかんとね、乗りそびれたらおしまいですからね。まあただまだ6時、1時間半あるわ、全然大丈夫だね。ここあるか、西園寺邸あるか。おお。ご城内ですか。まあ、ね。これがね、こんな感じですね。ピュアな創建でもあり、鎌倉時代の公暁西園寺、金常ですね。金常が、今の、金閣寺の地に、別荘北山堂を作った際、明音殿あるいは、明音殿大殿といわれる音楽革新っていうかな、音神楽かもしれません、ね、を、祀る、あ、神楽役か神楽だな、祭る明音堂も、建てられたと言われています。この地絵は1769年明和6年、ね、に、移されたと言われ、明治な理西園寺が東京へ移った後は1878年、以前の神仏金光の作法を改め地名の、白雲村に、ちなみ白雲神社となりました。旧邸内は西園寺駅民持ちが私塾立命館を創設した地でもありますということです。そういうことですね。そうです。これが後のいわゆる立命館大学になったあれですもんね。そういう意味で言うと立命館ゆかりの西園寺さんというね、僕が同志社にいるとも、まあ面白い話ではありますけど、なるほどなということで、よし、あ、とりあえずちょっと休んで一回ちょっとネットで送っときますんでね。はいはい、よいしょ。さてと、ちょっと休みがてら SNS ね、ちょっといろいろとね返信が来とったり、なんか知らんとる間になんかね、うちのチャンネルがなんかね2000再生くらいねパッと入っとったんで、ちょっとびっくりしたんですけど、ね、何事やと思ったらショート動画がね、ちょっとねここのところポンポンポンって上げとったけど、それがね、ちょっといい感じで、はい、おったみたいですね。あれ中でここだけショート動画で撮ったのか。よし、そうや、ちょっと撮っとか。さあ、ってことでね、西園寺邸のところからで、その西園寺邸だったのが、今は白雲神社というあたりになっておって、こういう神社になってますよということですね。ということで、今ここに白雲神社がありますので、そうですね、ご縁内にあるんでね、その京都のね御所の中にねこういうのがあるっていうのもやっぱさすがあれですよね、京都やなって感じがしますよね、御所やなって感じですよね。で、まあ、ずっと歩いてきたら、まあいい感じでね、これでどこら辺まで来るのかな、御所の南側から来たら、まあ、ほんとそれにしてもやっぱ広いね。
京都の方にこうやってね使って結構ね、あの散歩とかでもいいですよね。もう特にこんな天気だったら、ある意味ワンちゃんの社交場になってるかもしれませんね。ね、こういうところサリンコで来れる距離があるってなんかいいよな。うん。これ散歩動画するとね、なんかそのお街のね、なんか住みたくなったりとかそういうのがね増えますよね。なかなか車だとね、この多分京都御所の端から端までね、横を車で走ったら、ものの数十秒でね多分終わると思いますけど、歩くとこんだけここだけで何本分かの動画が作れるっていうね、動画のネタは足で稼ぐっていうね、まあもともと大学もね、フィールドワークをやってましたんでね、どちらかというと社会学部の中でもね足で稼ぐ部署ではあったし、まあ変な話カラオケ屋さんって意外とね足で稼ぐ仕事でもありますからね、あんまりイメージないかもしれませんけどね、カラオケ屋さんってよくいろんなところに割引券をね置いてあるでしょう、ね、レストランとか行ったらねシラックスの割引券が置いてあったとかって、経験あるとかもね、ビッグエコーネとか置いてあったって経験あると思います。あれも要は拠点外交って言ってね、いろんなところにどうですかって、ま、回って配ってって言われます。これもね嫌われる配られ方とお店の人と仲良くなれるね配り方っていうのがどうもあるみたいでね、ただね何つったらね分析してね話すのが難しいところなんですけどね、まあピークの時間帯に行ってね迷惑をかけないようにするとかね、ちょっとオフの時間帯とかねずらして行って平日のね、で店長さんいらっしゃいますかとかっていうような、ね、感じでね入ってくる。まあ電話でねあんまりアポ取ることはなかったかな。まあ場合によってケースによってですけどね、そこら辺はちょっと普通の営業と違ってどっちかというと飛び込みに近い感じでやるんですけど、ですからねそのだから岡崎のお店もね私が店長じゃなかったんですけどね、まあその拠点作りのね準備みたいなのはね手伝ったりしとったんでね、よいしょ、さあお手洗い書いていこう。よし、さあ一気にね日も暮れてきましたし、外出てね本格的に京都に向かって戻っていきましょう。今は18時15分ぐらいかな、ってことなんで、よし